してから、カットしてくれるというような形になります。1枚の扉につき2枚を貼り合わせにしようと思うので、こういう形で、はい、それでは前面部になるもの、裏になるもの2つできました。片側だけ、こういう形でタッカーが打たれているというような状態です。では今度この2枚を、貼り合わせてみます。この幅の狭い方ですね、裏側に来る方にこういう形でボンドを塗っていってやります。で、ボンドは、前にも説明したんですけど、薄くていいのでできるだけ、幅広い範囲に塗ってやるというのがコツになります。こういう形で歯ブラシや何か大きめの、ウエスとかでもいいですね。できるだけ伸ばしてやる。で今度、あまりにこう厚く塗りすぎると乾くのにちょっと時間がかかる形があります。なので、できるだけ薄く早く仕上げたいのであれば薄く塗ってやるというのが一つのコツになりますね。はい、ではひっくり返します。繰り返して下の前側、表側のものと端をぴったり合わせて、はい、手の感覚できちっと端が合っているかで、今一応確認したいのが、ちょっとこちらを見てもらって、この接合部分2枚が貼り合わさる内側には、タッカーの跡、タッカーの跡がこういう形で見えなくなるという形になってます。なのでこの面は今綺麗ですね。これを間違えないようにしています。それではですね、これを留め付けていきます。例えば、ご自宅でやられるのであれば、ホームセンターによく売られているこういう、釘ですね。何でも釘、いいんですけれども、これは真鍮釘、綺麗だなと思うので真鍮釘、あんまり目立ちません。これで留めていってやってもいいかなと思ってます。はい、じゃあ、この真鍮釘、今この長さは一応19ミリです。で、この、厚みが今13ミリ ×2 合計26ミリ、26ミリ以上のものだと、貫通してしまいます。なのでちょっと本当は20ミリとか、もうちょっと、長いものがよく効いてくれるんですけど、今はもう形式上この19ミリのものでいいとしてやっていきます。接着剤が、きちんとくっついてくれれば、それで、離れなくはなるので、一応、その仮の釘みたいな形ですね。そういう考え方になります。はい、ではまず角1点打っていきましょう。どこでもいいんですが、ご自身の、あんまり目立たないようになるような場所がいいですね。一番端っこにまず1回打ってやります。こういう形で釘を軽く叩いてからこういうふうに打ってやると、はい、で金槌はこういう丸い面と四角い面、平らな面と丸い面に必ず分かれてます。でこの平らな面で打ってしまうと材料を傷つけてしまうので、丸い面で打ってもらえればその丸い頂点が必ず釘の頭を押し込んでくれます。ということで必ずこの丸い面を使って打っていってあげてください。はい、端っこでだいたい2点ぐらいで止めておきましょうか。1点2点、はい、こういう形でしっかり止めます。あとはもう、釘の本数が少ない方がいいか、もしくはしっかり止めたいか、もうその選択肢になります。釘が多ければ多いほどしっかり2枚がくっついてくれます。そこは個人で、どれぐらい、釘があんまり見せたくないだとか、釘は気にしないだとか、例えばペンキを塗るんであれば、釘の跡はもうほとんど目立たなくなります。もうそのままの白木の状態で使おうと思えば釘の数は少ない方がいいかもしれません。でこういうふうにしっかり、打っていくと、しっかり接合されて、またボンドがちょっとニュルッと出てきます。そのボンドを一応必ず拭き取っておいてあげてください。はい、それではこういうふうに、膜ができました。こうやって2枚重なることによってすごい頑丈に、今ちょっとしたことでもねじれないぐらい
で、ファルカタという桐の材料を使っているのですごい軽いです、でも丈夫ということで今こういう形で枠が組み上がりました。はい、それでは、酸を、今度入れていきましょう。ではこれが3ですね、3センチの幅に切ってあります。理由はちょっとまた後で説明します。で、これは、ホームセンターで切ってもらうんじゃなくて、ご自身で、このできた枠に合わせて切った方が正確にいくと思いますので、今これは長くしてありますよということです。じゃあまずここにポンとこの下側の幅の広い方に突き当てます。そのままぐーっと切って、はい、じゃあ何センチで切ればいいかというところですね。で、まあ、今これ私あの便宜上こう分かりやすく、こうしてますけど、実際に墨付けするときはそのまま回してください。こうしてもらった方が分かりやすいと思います。真ん中だとどうしてもちょっとその誤差ズレが出たりするので、こういうふうに端っこで合わせたら間違いないですね。でここですよということで印をつけます。はい、じゃあここでカットしたら便宜上は、すっぽり入る形になります。はい、同じく横も3段してあげましょう。はい、ではここで切ったら入るはずですよということで分かりました。じゃあ差し金で、まあ、差し金がなければまあどんな方法でもいいんですけれども、墨線、この印を回してあげます。まあ、2面ぐらいでも大丈夫なんですけど、まあ、一応3面回しておきましょうか。はい、こういう形で切ったらいい線というのが出ました。じゃあこれを切っていきます。はい、それで、ここで、何回も、僕らの動画で出てきているんですけれども、ジグですね、要は、正確に切るための道具というのを作ります。まずはホームセンターの端材など、例えばこの材料を準備してもらった時の端材でも構いません。こういうコッパを貼り合わせました。どういう風になっているかというと、この板にこの板を貼り付けて90度でぴったりにしてます。でここが、ツラになる、きちっとこことここを揃えて貼り合わせて両面テープをつけてビスですね、ビスを入れましたという状態になってます。まあ、要はこういう L 字型になっていれば大丈夫です。でそこにこの100均で買ったマグネットシートですね、これを貼り付けていきます。じゃあちょっと一回流れで見ていただきますね。こういうふうにペラッと剥がして、でこういう形で側面につけてあげます。はい、でシールはちょっと全部剥がさずにこういうふうに取っておきます。はい、じゃあこれでカッターで切っていきますね。この端っこに合わせてもうそのままこれを木材を定規にして切っていきます。はい、でこういうふうに切れました。はい、こうなりましたね。で、さっきの切り方だと実質ちょっとここに黒いのが残ったりしてます。こうすると正確な加工というのができないので、なので、こういう黒いのが内側に飛び出ていたら必ず落としておいてあげてください。こういう形で飛び出ているところがないようにしてあげます。はい、これで綺麗にこういう形で切れました。はい、ここら辺はまあ落とさなくてもいいんですけど、まあ、一応もし気になる方はこういうふうに取っておいてあげてもいいです。はい、でしっかり貼り付けます。そうするとまあこういう形のものができました。このマグネットシートがあることによってノコギリがここに貼り付いてくれます。そうすると無理な力を加えなければノコギリがペタッと切ってくれるので90度に正確に切れますよという道具を今作りました。はい、じゃあこれで実際に切っていってみましょう。はい、じゃあ先ほどのこの、L 字型のジグですね、まっすぐ切るためのものです。これを合わせて墨線に合わせてやります。でこの時、できたら、その酸が、内側の窓に対して足りなくなってしまうと一番嫌なのでちょっときつめにしてやりたいです。だからこの印よりも若干ほんの1ミリぐらいですね、こっち側長くなる方に止めて
はい、でこれでしっかり握ります。はい、ではここにペタッとさっきの、磁石のところにノコギリを当てて、ここ隙間がないようにピタッと当てながら切っていってやります。じゃあこのままいきますね。刈る方は切り材なのですごい簡単に切れます。はい、今こういう風に磁石で力を無理に入れなければ、こんな風にしなければまっすぐこういう風に切ることができると。はい、はい、綺麗にピタッと出てますね。はい、それでは、長いもの短いもの、3が2つできました。まあ2枚の扉を一緒に作るときにはもう合計これがもう1つあったら話が早いです。今は分かりやすくこの2本、長いもの短いものということで用意してます。はい、例えばこう十字にしたい場合があります。窓のこの3だとしますね。これこういうふうにボンドつけました、ボンドつけました、でペタッとやってもなかなかくっついてくれません。くっついても結局最後またこうふにゃふにゃして、強度の弱い、扉になってしまいます。なのでこれはここに溝を掘ってはめ込んでやりましょうと。こっちの方が木が1本で通っているので強くなります。もう一つの理由は、こういうふうにつけた時に例えば釘でここ止めてやりたいです。こっちからは釘が打てるんですけど、今度こっちからこっちに釘で打つことができません。そういう時には、木工では、合掻きといってこことここをすいてはめ合わせてやるというような方法をとります。はい、それではですね、このトータルの長さが、長さから割る2をしてあげます。この場合だったら、先ほど測った寸法が796でした。796、ここが中心ですよと印をつけてあげます。では同じように短い方も、570÷2、285ですね。285、ここが中心線ですよということで印をつけておいてあげます。はい、じゃあそれに対して今線を伸ばしてあげます。はい、で今この幅が3センチです。3センチに設定したので3センチですね。なのでここから15ミリ、ここから15ミリ、こういうふうに印をつけてあげたいです。はい、では例えば3センチなのでこういうふうに合わせて、まあ、いろんな墨付けの仕方がありますけど15ミリ、15ミリ、はい、であとはこの2枚を線を合わせて、中心線を合わせてこれで小屋ですね、こういうふうに印をつけてやります。ただこの時ちょっときつめに設定したいので、今度はこの線より若干ですね、若干本当0コンマ何ミリ、この鉛筆の線1本分ぐらい内側に印をつけてやります。はい、そうするとカットしたらいい、場所の墨付けができました。それでは、これをこういうふうに合わせたいんですけれども、この厚みの半分だけ書き込んでやりたいと、こういう形ですね。半分でこっちも半分、今測って正確な墨付けはしませんが、はい、で、半分をノコギリで切ってこうはめてやるというふうにしたいです。はい、ということで、ここに何個か切れ目を入れてそれを、崩してで、作っていこうと思うんですけれども、この13ミリの厚みに対して半分は 6.5 です。 6.5 なんですけど、 6.5 という、まあ、数字は、すごい測りにくいので、もう7ミリちょっと深めに掘り込んでやって、どうせもう中身は見えなくなるんでぴったりくっついてなくても OK です。ということで今、このノコギリの刃から7ミリ上のところにこんな端材を貼ってあげます。はい、両面テープを貼って、この刃の先端から7ミリで、7ミリが8ミリ9ミリになっても全然問題ありません。これが逆に5ミリになったりしてしまうよりもちょっと深めに掘る方が、後々都合がいいです。後でその5ミリだからちょっともうちょっと深くしなきゃいけないと手直しするよりも深めに掘っておいた方がいいですね。はい、じゃあこういう形でしっかりと貼れました。で
さっきのジグに対してこうやって切っていくというような形になります。はい、じゃあこの2枚を一緒にもう切っていきたいんですけれども、ちょっとずれないようにこういうふうにセロテープか何かで押さえておいてあげましょう。クランプなどがある方はクランプでも構いません。はい、こういう形で2枚が動かないようにしっかりと止めてやります。はい、さて、はい、じゃあこれで、実際に切っていく形になります。はい、で、さっきのジグですね、こういう形のものが、あります。はい、ではこれをさっきと同じようにここに合わせて、はい、で7ミリのこのガイドがついたノコギリ、これで切り込みを入れていきます。でこの時にも鉛筆の線を隠すイメージでいきましょう。鉛筆の線を隠して、でこれで切り込みを入れていきます。でこういうふうに切り込みを入れていくと、途中でこういうふうに切れなくなります。なぜかというと、ここのストッパーがそれ以上深く切れないところで止まってくれるからです。はい、同じように、反対側ですね、3センチの反対側、これも同じく、墨線よりも内側を切ります。はい、ではやっていきましょう。はい、こういうふうに音がしなくなります。そしたらそこでストップですね。でなんとなく見てみると、こういう形でちょっと深めに、半分より多めに切り込みが入りました。はい、あとは別に適当でもいいんですけれども、こういう形で、はい、こういうふうにもう何本か線を入れてあげましょう。どれぐらいかな、合計8本ぐらい、線があったらいいかと思います。はい、ではこういう形で、線が何本か入りました。さあ、で僕らはここのみで本当は取るんですけれども、のみというのは一般の家庭に、あまりないものだと思います。で、こういう時、まあ、何か適当な道具で構いません。はい、例えば、まあ、こういうカッターの薄い部分使って、こういうふうにパキパキっとテコの原理でこう入れてやるとですね、こういうふうに勝手に取れてくれます。気持ちいいですね。こういう形で、アルカタという材料はとても柔らかいので加工がしやすいです。こういう形で、この外側はできるだけ傷つけないようにしてください。はい、で同じようにこっち側もポキポキっと折ってやると、もう手では簡単に取れます。こういう形で、カッターの刃は一応出すと危険なので、出さないで薄い部分でやってくださいね。はい、そうすると、まあ、ちょっとこういうふうに残っている部分は多少あるんですけど、まあ、深めに掘っていたので多分問題ないと思います。ちょっとまあ若干僕の予想より深かったかなというぐらいなので、はい、ではこれでテープを剥がして、さあ、じゃあこれを今度合体させていきます。はい、ではこういうふうに合いかきで、真ん中がなくなったものが、追加できました。はい、じゃあこれを合わせてみましょう。ちょっと固めに設定したので、かなりきつめに設定しちゃいましたね。ただ貼る方柔らかいので、入ると思います。で金槌で叩いて入れていきます。金槌は平らな面 と、丸い面があります。平らな面じゃなくて丸い面で叩いたら傷がつきにくいので、これで叩いてみましょう。例えばこういうちょっと毛羽立ちみたいなものは後でサンドペーパーでこうしてやったらよかったと思います。はい、じゃあ一応反対側からも入れ込んでやりましょう。はい、これで頑丈にしっ
かりくっつきました。こうやって取ろうと思っても取れません。こういうふうに強度が、この1本で通っていることによって強度を持たせるというのが合鍵の特徴ですね。はい、それではこういう形で合鍵ができた3をここに入れていきます。ちょっときつめに設定しているので少しグッとやらないと入らないかもしれません。はい、これで綺麗に入りましたね。はい、一応定規で測ってきちんとこれが中心に来てるか測ってください。中心が取れていればここが90度になるわけですね。まあ、こういう形で差し金などを使って、測っていただいても構いません。では、止めていきます。また止めるのはこのタッカーですね。二股のタッカー、これで3点ぐらいで止めてみます。これで動かなくなりました。で、一応ボンドを、今ここは省略してますけどボンドを塗ってやった方がより丈夫にできますね。では一応はい、これでしっかり止まりました。で、まあ、この真ん中は一応ボンド入れてあげてもいいんですけど、まあ、なくても全然問題ないとは思います。はい、それではこういう形で扉がしっかりできました。後ろから見ると、まあ、結構こういう形で、まあ止めてある跡が見えるんですけど、はい、まあ、こういうふうに前から見てもらったら綺麗な扉になっているのが分かると思います。で、強度もしっかりしてます。で、軽いというもう3点揃った、いい扉だと思います。で、ある方っていうのはやっぱり反りづらいっていう、まあ、その特徴もありますね。はい、とりあえずじゃあここまで今日は、行きましたよということで、次は、この裏側に3を留め付けてでアクリルを落としていくというような形になります。